はい、さらしなです、えー。今回のスラブダン考察は、えー、三ノ戦、湘北対三のこの試合の全得点、湘北79点、三ノ78点は誰が得点しているのかというのを考察していこうと思います。えー、この前回の動画で実際に描写のある得点 小北では79点のうち66点描写がありました。そして、山王は78点のうち57点描写があります。それについての集計した動画は前回ちょっと投稿してあります。はい。内訳としては、宮城、前半0点、後半2点、計2点。で、三井久志が前半9点、後半16点の25点。ルカワが前半4点、後半9点の 13点。で、桜井ム氏が前半8点、後半6点で14点。で、赤木が前半2点、後半10点、計12点。証拠はこんな感じですね。これが、病床にある得点シーンを集計した合計ですね。はい。そして、三能は不活前半2点、後半3点で5点。 松本は前半0点、後半5点、合計5点。一ノ倉もね、前半出てたんですけどおそらく得点はないだろうと仮定して、もう一ノ倉ちょっとあの、カットさせてもらってます。はい、ちょっとかわいそうだけどね。で、沢北が前半4点、後半22点の26点。延べが前半2点、後半0点の合計2点。川田正史、前半6点の後半9点。で、川田田希夫が前半4点、後半0点の計4点。 これが参納の描写のある57点の内訳ですね。こんな感じで描写のある特典シーンの合計を前回の動画でランキング形式で発表したんですけども、今度はこのあの描写にないところ、さて誰が撮っているのかというのを今回の動画で考察していこうと思います。 はい。じゃあ実際、描写がないところを考察していこうと思うんですけども、まず可能性がもうないところ。なんと、湘北線の後半は43点。湘北は後半43点取ってるんですけども、この43点全部描写があります。ということは、この79点のうち、後半の43点、全部描写があるということになるので、ここはもう確定です。なんと、湘北の後半は全部描かれてました。そして、次、わかりやすいところ。 これも後半なんですけども、え、三能戦の後半は、え、44点のうち、描写があるのは39点でした。えっ、ー、と、なんと5点分、描写が抜けているところがあります。これなんですけども、描写が抜けているところっていうのは、実は、前半開始早々三能がゾーンプレスを仕掛けてくるんですけども、そのゾーンプレスを仕掛けて、三能がどんどん加点していくんですね。え、この加点していく中で、え、まだ最初の序盤ですね。この時、え、これからこの5点、 5点分一気に描写なく飛んでる場面が言えますこの松本の特典の前、この辺がね、一気に5点分加点されてます。この部分だけ、後半、描写がありません。というところで分かってくるのは、まだね、この時、小北はフロントコートに、 運べてませんで、得点を取っている可能性が高いのは、深津松本澤飛田なんですけども、3人の中で一番可能性が高いのが、まあ、外野のコメントをちょっと見てみますと、後半に入って6番いい動きをしているという、あの、松本の評価が高いんですね。でも実際にまだ5点、後半、始まって5点しか決めてない。この外野の評価を参考にして、この5点は、松本1人でも5点の可能性もあるけど、3点。これはスリーポイントではなく、フリースローも含めて、 え3点えー、まあ残り2点は前半、えー、十分休んでいた沢北が2点取った、えー、僕の考察では未描写の部分の5点は、えー、この飛んでる期間の得点は一応こうしてみようと思いますそしていよいよ前半はいこれからがちょっとね、えー、難しくなってきますちょっとまだ考察がしやすい方三能の方からいこうと思います三能の未描写は16点34点中18点は描写があり16点が未描写でした ここで、まあ、可能性がないところは、まあ、三清あたりは、もうあの、弁当の戦い方が、ああ、カパされたのもあるし、もしかしたら、あの、カパされた後に下げられてるかもしれない。その辺のね、描写もね、微妙なんですよ。あの、前半が終わって三清が下げられたのかも、前半ずっとね、コートにいた可能性もあれば、桜木にね、カパされた後もすぐ下げられた可能性もあります。はい。というところで、まあ、三清はないかなと思います。 そして、あと、沢北ですね。沢北は、一旦、あの、集中力が欠けていたため、一旦ね、復活とね、変わった兄からあ、沢北、ベンチにね、引っ込めさせられます。その後、お復帰したかどうかなんですけども、これは、あの、僕は、あの、堂本監督の性格からして、えー、沢北は、前半ずっと、お そのままベンチにいたんじゃないのかなと思います。えー、そして、えー、まあ、その代わりにね、松本が入ってました。はい、えー、この描写、ルカーがね、沢北が下がったタイミングで、ルカーも温存に入るんですけども、その時にね、えー、小暮とメンバーチェンジする時に、マークがね、6番と告げています。というところから、あーサーキタの代わりに前半入っていたのは松本が入ってました。しかしね、さっきの 無党のね、コメントでもあるように、後半ね、急にちょっと目立ったような動きで、観客の目を引いたので、じゃあ誰で攻めていたかというと、やはりあの前日のミーティング、復活のポストアップですね。このスラムダンクをね、読み返すと、復活で攻めると言いながら、復活ってあまり活躍しないイメージが非常に多いんですけども、やはり前半は二活川田がメインで戦っていたんじゃないのかなと思います。澤木はね、下げておいて、不活のポストアップから、 この描写のない16点のほとんどは不活、変わった、まあ、あとはちょっと松本。こんな感じで点を取っていたんじゃないのかなと思います。実際、僕のこの辺の考察としては、はい。未描写の16点のうち、不活が8点。で、松本がまあ2点ぐらい。で、沢北は前半そのまま僕はベンチにいたと思うので、0点。 え、ま、延べも0点にしてあります。そして、川田兄が6点。はい。主に、不活と川田で点を取っていたんじゃないのかなと思います。やはり、あの、前日の作戦通り、宮城とのね、ミスマッチをついて、残りの時間は、不活、川田を中心に点を取っていたんじゃないのかなと思います。はい。えー、僕の考察では、一応、こんな感じでえ、え、の最終的に、不活は13点。 で、松本が10点。で、沢北が28点。延べは2点のまま。そうですね。延べはね、本当にね、試合があまり出てないんです。なんだかんだ言ってね、えー、試合に出てないところがあったので、えー、まあ2点。そして、川田正志。21点。 で、三木代は4点ですね。はい、えこんな感じです。えー、不活が13点、松本が10点、沢北が28点、延べが2点、えー、川河田正史が21点、三木代は4点。こういう感じの得点の通り方が、まあ、ベターなんじゃないのかと思います。続いては、勝北。勝北の前半、えー、未描写が13点あります。桜井半日が、三木代をカンパしたシーン。この後から、もう一気に、前半終了まで、話が飛ばされます。この間に、勝負が取った得点は13点です。 この13点なんですけども、まあ予想として、えー、ルカワがメインで僕は取っていたと思います。これはなぜかというと、ルカワはね、もうこの桜半日が三木をカンパする直前からもう出たくて渦うずうしてます。安西先生にもね、もう休憩は大丈夫だ、あ出たいっていうようなことをアピールしています。というところから、この桜半日がカンパした後はもう確実にルカワはコートに戻っていると思います。 しかし、相手に澤北はいない。相手がルカを出してきても、おそらく堂本監督のことは、昇北のことをまだまだ甘く見てるところがあります。なので、ルカに合わせて澤北を投入していないというのが僕の考察です。そうすると、ルカにもちろん宮城がボールを集めて、この13点のうち、まあ、半数近くはルカが得点してるんじゃないのかなと思います。なので、この13点のうち、6点はルカは そして、えー、まあ三井寿がもう一本ぐらいスリーポイントを決めているでこれで9点ですねあと2点ずつはまあ宮城はいあと桜木花道 あのー、赤木はね、やはりずっと川谷がついているので、宮城もあまり合わせてなかったんじゃないのかなと思います。後半ね、結局ガチガチで戦い始めたので、前半では赤木に対してボールを合わせてなかったんじゃないのかなと思います。それよりも、休憩して元気のいいルカワ。はい。相手に沢北が入ってきてないルカワで勝負していったと考察してみます。なので、得点的には、はい、こんな感じ。 これで一応全得点が埋まりました宮城が合計4点で三井久志が28点流川が19点花道が16点で赤城は変わらず12点こんな感じですね宮城,宮城4点三井28点流川19点桜木半日16点 赤木12点。僕が想像する湘北三能戦の未描写を含めた得点ランキング。こんな感じにしてみました。そうですね。これにね、やはりあの、一ノ倉であったり、角田であったり、もちろん小暮くんは入ってませんけれども、本気でちょっとね、やはり考察してみると、出場のね、時間とかも考えると、その辺が加点している可能性はちょっと低いかなというところで、大体いいここにいるメンバーで、現実的かなと僕は思いました。 はい。僕の考察ではこんな感じを予想してみます。もちろん、これはあくまで僕の完全な予想です。一番得点をね、取ってる可能性が高いのはこのあたりじゃないのかなというのを予想しています。はい。というような感じで今回の動画、小北体三能線の全得点考察。 はい、僕のチャンネルではこういった感じでスラムダンクにおけるいろんな考察動画、はい、勝手な考察、妄想に近いこともやっております。スラムダンクファンが楽しめるような動画を目指しておりますので、もしよかったらチャンネル登録、そしていいね、高評価ボタンで応援してくれると非常に嬉しく思います。はい、今回も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。